塗りが始まっております。いや塗られてくの気持ちいい。気持ちいい。何これすごい雰囲気変わりますね、やっぱ塗ると。こんにちは、ヤマトです。って感じですね。今日も元気に撮影していこうと思うんですけれども、本日もですね、岩城浩一さんの愛車のジムキャリーの制作過程を追っかけさせてもらうんですけど、今日ね、珍しく全身真っ黒でやってまいりました。何やらですね、彼ら君にですね、今日も行くよーって連絡をしたところ、今日は汚れると思うから気をつけてくださいねっていうことで連絡をいただいたんで、あ、じゃあ汚れてもいい格好しようと思って、整備の時と同じ真っ黒な格好で来たんですよね。前回、ヘッドライトがついたりとか、フロント周りがね、大体完成したっていう感じだったんですけど、こっから先で汚れる工程って何があるんでしょうね。ちょっとわかんないですけど、今日も引き続きジムキャリーがどんな姿になっていくのかっていうのをね、追っかけていこうと思います。というわけで今日も元気にやっていこう。お疲れ様です。お疲れ様です。今日も来ました。いらっしゃいませ。今日はあの彼らくんが汚れるかもっていうから、汚れてもいいように上下真っ黒で来たんですけど。めっちゃ汚れます。今日何をやるんですか、こんな車。今マスキングしてますけど。ラプター拭きます。ラプター。グリルとかのイボイボ塗装あるじゃないですか。はいはい。イボイボっていうかシボシボっていうか。あ、これを、はい、これですね。荷台と煽りも、うん、あとここがトップパネル、はいはいはい、拭くんです。これから。確かにそのバンパー類塗ってるところ見れなかったから、ラプター塗装見れるのはちょっと楽しみかも。もうあっという間に煽りは外されてるし、あと気になったのがこのリアウィンドウのところになんかついてましたよね。変な囲いみたいな、鳥居みたいなやつ。ああ、あいつはロールバーってるんで外しです。取っ払っちゃったんですね。そう。あら、なくなるとなんかちょっとプレーンな見た目に。ラプター塗装って僕のミラー塗ってもらった時みたいに同じようにガンで拭くんですか？専用ガンがあるんですよ。専用ガンがあるんだ。光景がバカでかい。ちょっと最近あのシティハンター見てるから光景がでかいとか言われるとちょっと突然ワクワクしちゃうんですけど。シティハンターは分かんないですよね。なんだって。なんすかそれ、シティハンターって。え、なんですかレベル。ミニに乗ってるけど物語の序盤ではアウトビアンキの A112 に乗ってるんだよ。へえ、アニメですか？漫画？漫画です、元は。ショックだな。なんかこうやって知らないことに対して知識をひけらかすタイプのおじさんになってくんだろうな。うちのチャンネル見てる人はみんなわかると思うけどね、おじさんが多いから。車出るんですよね。車出ますよ。主人公はオールドミニに乗って運転席からコルトパイソン357マグナムをガンガン撃ちまくるわけですよ。なんすかコルトパイソン357マグナム。なんだって。あ、銃か。銃ですね。俺銃疎いんですよね。そうなんですね。どちらかというと刀が好きです。包丁職人とかの動画見るの好きですよ。いや、わかる。うおー、すげーってなる。明日への扉っていう YouTube チャンネルがあるんですよ。元は多分テレビなんだけど、それに刀鍛冶の動画がいっぱい出てるんで。いや、なんか見たことある気がするんだよ、ね、あ、ほんと？酒井内刃物とかね。あ、そう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 。行ってみたいんですよ、博物館とか。刀剣博物館とかね。今日何しに来たんだっけな、俺。銃と刀の話して今さっきしてないと思って。そうだね。まだ。というわけで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。塗りが始まっております。一瞬でザラザラになってる。すげー。分かりますか皆さん、ここが境目。こういう飛び方するんですね。塗られてくの気持ちいい。これがそのボトルですか、うん、へえ、こうやって売ってるんだ、はい、ラッパーライナーモンスターですね、なんかね。おお、この小物たちも全部塗るんだ。あー、なんかだいぶねちょっとしてるんすね。ゴムっぽいですよね。ゴムっぽいんですけど固まるとこんなもんですか、カッチこっちに、うん。これ硬化剤もラプターって書いてあるけど専用なの？専用。そうなんだ。謎の機械が出てきた。欧米では結構使ってる。日本ではあんま使ってないね。はあ、塗料をくっつけの、コンプレッサーつなぎの。なにこれ。なにこれ。あ、これでシェイプしてるわけですね。見た、見よう。おもろ。そうなんですよ、おもろいんですよこいつ。バーテンの人もこっち使った方が早いってことですね。わー、いったー。前振りゼロドッカーン。
気持ちいい。気持ちいい。やべえ、マジで見てて気持ちいい。ついに床にも色が。もう触れる？おお、早いね。え、触って平気？この辺平気なんだよ。わあ、本当だ。全然指につかない。気をつけないと、やばい。やばい。取れなくなっちゃった。もう二度と取れない作業ズボン。マスキングをね。ああ、気持ちいい。気持ちいい。この瞬間最高。おお、バッチリじゃん。とか言ってる間に足終わっちゃうわ。塗り終わったー。日が暮れるまでちょっと塗っては乾かしての時間なのかと思ってたら、すごいっすね。これに関しては一気にバーッと塗らないと。じゃあもう始めたら一気にいかないとなんだ。あら、なんかやらかしてるやつがいる。やらかしてるやつがいる。どうした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 、どうしたどうした。ハプニングをもらいに来た。ほら、あ、これはだるい。お手手が、お手手の皮膚が頑丈に。シワとシワ合わせて幸せ。お仏壇の長谷川メロディ乗らないんかい。これマジ取れないんですよ。シンナー祭りだ。ベッドベタだし気持ち悪い。あらら、おー出てきた。ネバネバっすね、本当に。ネパールって感じですよね。うん、これやっぱラプターライナーって普通に塗料を拭くより難しかったりするんですか？普通よりは多分簡単な部類なんですけど、うん、あ、逆に簡単なんだ。普通のやつってあの肌ツヤツヤにしなきゃいけないじゃないですか。はいはいはい。これ逆にギザギザにするんであんまりそこは気にしなくていいんですけど、どう、まあ時間、あ、速攻で終わらせなきゃいけないんで。はいはいはい、短時間勝負。それもあるし、またつい袋つけろってね。うん、そうだね。これがガンですね。ユーポルって書いてある。セットで買うんですよね。ああ、その最初なんかスターターキットみたいな、それを買うとついてきますね。すごい、なんかトミーガンみたいな形してんな。あ、やっぱ使った後のお手入れが大変ですね。そう、すぐにやんないとカチコチだもんね。ちょっとシンナーつけとかないと洗えなくなっちゃうんですよ。塗り終わるとめちゃめちゃ雰囲気変わるな。なんか急にやっぱ悪さ出てきましたねこれでだってスモークテールでしょ。テールランプガードもついてロールケージも組むわけですよね。悪いな、これはいかついやつだな。完成楽しみ。うわ気持ちいい。あ、気持ちいい。塗料とかって本乾きの前にマスキング剥がせみたいな話あるじゃないですか。はいはいはい。あんま関係ないんですかラプターって。ラプターはもうギザギザっていうかギボギボじゃないですか。はいはいはい。キワがこうなんていうんですかね、こういう風にならないようにギボギボってならないようにいい感じのタイミングで剥がすと綺麗に剥がれるんですよ。ラインがピーンって出て。はいはいはい。でもこれもうギボギボなんでキワもクソもないっていう、うん、あと僕あの人生で初めて今、はい、ギボギボっていう擬音聞いてるんだけど。え、嘘、これだけかな。ギボギボって何ザラザラとかじゃないの？ザラザラ、イボイボ。イボイボとはちょっとギザギザしててイボイボしてるみたいな、うん、気持ちも今彼らくんがですねこのマスキングで使ってたところ綺麗にラプターが乗ったやつくれたんですけど、すごいんですよ。まずこの厚みね、でちょっとね弾力があるんですよ。これ裏側ただのマスキングテープなんで紙同然ぐらいなんですけど、こう曲げてった時に弾力もあるし頑丈だなってわかる。今彼ら君が言ってたんですけど、ちょっとだけクッション性もあるから強いのかもねっていう話をしてましたね。でもやっぱり僕彼ら君が言ってるギボギボっていう擬音はちょっとこれでは分かんないです横須賀の人には分かんないじゃないそっか横浜だもんな。マスキングが取れたら、うわー気持ちいい。ピシシーッと線が出てます。気持ちいい。見てこのツートンカラー、気持ちいい。こうね、こう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 してね、シュパッ。最後の一発がここで上がってーの、ついたー。すごい雰囲気変わりますね、やっぱ塗ると。変わるよね、さすがに。すごいじゃない。ちょっとつけてみます。あら、いかつくなっちゃうわね、そんなのついちゃったら。
カチですね。やだもう、どんどんワイルドな男になってくるじゃない。いや、お疲れ様でした。髪の毛ボリボリ。ボリボリ。え、ボリボリって言わないですか？言わないね。なんて言うんですか？バリバリじゃないとか、ボリボリ、ガサガサとか、キシキシも言うかな、髪の毛。キシキシですよね。うん、まあまあ、僕もそう思ってました。ちょっと待って。あ、すごい髪の毛キシキシだな。違うよね。今、ボリボリって言ったよね。ボリボリ？うん。君や、君、君。わあ、俺の車かっこいい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日はラフター塗装が終了ということでいい感じに行きましたね。次はどうなってくるんですか？ロールケージを今加工に出してて、それが戻ってき次第取り付けていくって感じですかね、うん、なるほど。それが終わったらもうじゃあ、あれ、いよいよ完成。そうですね。あとフォークランプか、こまえのつけてこまえのつけてって、ステアリング交換してタイヤかとか今いろいろあるんですけど、はいはい、はい、もう少し、まあ大物はロールケージで。そうですね。なるほど、はい、じゃあね、この企画もいよいよ大詰めになってまいりましたが、完成が楽しみですね。ですね、はい。完成までに僕はあと何回ボケに対して突っ込めるのか、そして彼ら君から何度不思議な疑問が登場するのか楽しみにしましょう。というわけで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画を見て面白いと思ってくれた人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ギボギボ